表からじっくりと間を詰め、色を見せずに表の面。表から素早く間を詰め、色を見せずに表の面。表から間を詰め、表押さえて表の面。表から間を詰め、表ずらして表の面。百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店のうがでーす。やってますか、もう。今日は勝って打つっていう難しい話をします。いつも先生からね、攻めが単調、ワンパターンだって言われてる人、もっと攻めを工夫しなさいって言われてる人、今日の動画を見るだけで勝って打つ、相手を崩して打つっていうことがどういうことなのか目で見えるようになります。今日もできるだけ分かりやすく説明しますので、ぜひ聞いてください。今日は参考物件として2021年の1月号の剣道日本さんから記事と動画をお借りしてます。じゃあ早速だけど、勝って打つってどういうことなんでしょうか。勝って打つっていうのは、技を出す時点ですでに勝負がついている状態のことを言います。分かりやすく言うと、ただ打っていくんじゃなくて、相手を攻めて崩してから打つってことです。じゃあまた問題ね。崩して打つとどうなるんでしょうか。崩して打つと、自分の打ちたいところの場所が自然に空いて、あとはただ竹刀を振り下ろすだけで一本っていうことになるんです。いや、さすがに嘘だろと。ちょっと信じらんない。それって講談社の先生の話でしょって思うと思うんですよ。僕もそう思います。でもね、今のままじゃもうちょっとしばらく勝てなくなってきてるでしょ。そういう人ほどぜひ今日の話聞いてください。じゃあ次の質問です。相手を攻めて崩すっていうのは分かりました。じゃあ自分の攻めが効いたとしたら、相手は一体どうなるでしょうか。答えは、自分の攻めが通じたならば、相手は2通りの動き方があります。1つ目は防御をするか、もう1つは我慢できなくなって打って出てくるんです。攻めが通じたらね、この2つ、防御と我慢できなくなって打ってくる、この2つが相手の崩れなんです。この相手の2つの崩れが欲しいから、打つ前にこっちは攻めるんです。ここまで大丈夫ですか。じゃあここからがね、今日の本題になります。剣道日本の記事の中で、前中のね、男子団体に、神奈川県の牛尾田中学並木先生がこのように言ってます。勝って打つっていうのは、中学生に言ってもうまく伝わらないと。中学生には勝って打つっていうのを目に見えるようにしてやらないといけない。どういう状況になったら自分が有利な状態なんだろう、どうやったら相手を崩せて自分はすぐに打てるんだろう、このことを見えるように教えてあげないといけない。見える化しようっていうふうに言ってます。まあ素晴らしい。実は相手を攻めるっていうのは、ただ一歩入って前に入るだけじゃないんです。実は攻めにも、上から攻めたり、下から攻めたり、表から攻めたり、裏から攻めたり、いろんなパターンがあります。これらを組み合わせて相手を崩していきます。打つ場所も正面だけじゃないです。右面もあれば左面もあります。胴だって右胴もあれば左胴もあります。じゃあここからいよいよ具体的な話になっていきます。こちらの牛尾田中学校、面打ちだけで表から入る、裏から入る、早く入る、ゆっくり入る、面打ちの一本打ちの技ね、何パターン練習してると思いますか。答えは15パターンです。この表をよく見てください。ちょっと読み上げますね。表からじっくりと間を詰め、色を見せずに表の面。表から素早く間を詰め、色を見せずに表の面。表から間を詰め、表押さえて表の面。表から間を詰め、表ずらして表の面。表から間を詰め、表を払って表の面。表から間を詰め、裏を払って表の面。表から間を詰め、裏を払って裏の面。表から間を詰め、一度裏を通して表の面。表から間を詰め、表払って裏の面。表から間を詰め、表押さえて裏の面。表から間を詰め、表に開いて裏の面。裏から間を詰め、色を見せずに裏の面。裏から間を詰め、裏を押さえて裏の面。裏から間を詰め、裏を押さえて表の面。裏から間を詰め、下から表の面。どうだった。よければちょっと一回この画面をストップしてよーく見てってください。そう、勝って打つっていうのを中学生にも分かりやすく見える化したら15種類の面になったって、先生おっしゃってるんです。素晴らしいです。これは分かりやすい。
つも攻めがワンパターン、試合がワンパターンって言われてる人、面打ちだけでも15種類あるんですよ。小手打ちは9種類、胴打ちは4種類、一本打ちの技でもこれだけあります。いつもワンパターンな人、なんとなくやることを分かってきませんか？確かに打って勝つが見えてますよね。とても信じられない、そういう方のために今月号に動画の付録がついてます。ちょっとよかったら見てください。もちろんね、全部をいっぺんにはできないです。並木先生も一日で全部は終わらないって言ってます。今日は何番から何番までっていう風に区切りをつけてやってるそうです。技稽古やるから3人1組作ってください。はい、高いって言って、まあ、今さ、ね、早く行こうと、うまくいくとしか当てようっていう意識があるから、それが悪いことではないけど、それをすることによって手首が変えられる。とにかく早くしないと、こう打突部に接触させるってだけなんです。そうじゃなくて、やっぱ打たなきゃいけないんだから、きちんと手首を使わない、きっかけを走らせないといけない。自分がギリギリここだったら一本になるなっていうところをしっかり手首を使って打ち切る。ここを使うんだ、全員ここに打つ。だから早く打ってるけど重みがある。これ旗上がりますか？上がらない。きちんとここ、ここか、ここ手首を使ってる。わかった。いかがですか？明日からやってみようっていう風にめちゃくちゃやる気出ませんか？これまで先生から攻めろ攻めろって言われて何やったらいいか分からなかった人、今すぐこの表、一回画面を止めて上から順番に一回自分の面打ちの入りを工夫してみてください。表から、裏から、ゆっくり素早く、自分から攻めて相手を崩す。これだけで15通りの面打ちのやり方が分かるようになります。それはまあね、普通やってる人って表から一歩入ってて、これ1種類しか知らないんだから、これすごい差がつくよね。じゃあ結論繰り返しますね。勝って打つを中学生にも分かるように見える化したら、面は15種類もあったっていう話です。僕のチャンネルではこのように小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。ホームページが新しくなりました。剣道具の選び方の動画が100本以上あったり、かっこいい剣道具のウェブシミュレーションができたりします。無料カタログもこちらからプレゼントしています。ぜひ遊びに来てください。